パルマ、化粧品を扱うなら白粉だけは売るな。父上、もうあなたがそうおっしゃるから私だっておしろいは使っていないのよ。白粉を熱心に叩く婦人ほど早死にする傾向がある。あれは医薬の道に戻るものだ。考えすぎよ。さすがだ、独自の観察で気づいているのか。昔の白粉には塩白や塩化第一水銀といった有害な重金属原料が含まれていたという。粉を口から吸い込むことでも吸収されてしまうから注意が必要だ。昨今の巷では白い肌を得るため遮血を繰り返す婦人もいるらしいな。余った血を抜いてもらうのサロンで流行っているみたいよ。美を求めるあまり我が身を傷つけるなど全くもって本末転倒、愚の骨頂だ。でもその気持ちはわかるわ。そのようなことをせずともお前は十分に美しい。わっ、あなた、やだ、十分綺麗だなんて。こら、子供のいる前では慎みなさい。な、何気に仲いいよなこの夫婦。失礼します。薬師様はおいでですか。当家のお嬢様がお倒れに。診察をお願いできますか。父上、母上、行ってまいります。薬師様が来たぞ、道を開けろ。こちらです。え、子供？宮廷薬師です。失礼。クロエお嬢様、薬師様がいらっしゃいましたわ。お加減はいかがですか。顔がやたら白いな。侍女と会話できてるから意識障害はなさそうだけど。中枢神経に異常はなし、循環器呼吸器にも異常なし。少し頻脈で微熱はあるけど敗血症でもない。体表も見てみるか。なんだこれ、腕に何本も切り傷がある。静脈切開創か。自傷？いや違う、正確に静脈を狙って切り開いてる。専門知識がある者による施術だ。つまりこれは射血の跡。